K にてセルパンカンパニーの部隊を発見しました。何か大規模な発掘作業をしている模様ですが、ライブメタルを持ったフォルスロイドがこの部隊を指揮しているようです。エリア K へと向かい、この部隊からライブメタルを奪還してください。わしが感じてた気配、あれ、おめじゃねえかった。あれは、モデル V? それとも、何か別のライブメタルが、どう？あいつなんかには俺様の力はもったいねえぜ。悪いが、パスコードの修復にちょっと手間がかかりそうだ。もう少し待っててくれよな。体勢を立て直しましょう。一度ベースに戻ってきて。お疲れ様。研究所で見つけたデータディスクの修復に成功したわ。やっぱりお姉ちゃんが残したデータだったの。
ライブメタルに関するレポートだったよね。確か。ライブメタルの力を受け継いだのね。あなたへのメッセージを。今、再生するわ。ライブメタルを使える者は英雄にも支配者にもなれる。だからプロメテたちはあなたを仲間と言ったのね。私のこの力はみんなに託された大切なものを守る力なんだ。私は絶対プロメテたちのようにはならない。エイフ、その言葉を聞いて安心したよ。どうやらみんなのパスコードの修復が終わったようだ。これでモデル V 本体が眠る遺跡の奥に入ることができるはずだ。すごい、モデル V 本体の発掘は相当進んでいるはずよ。ええ、ミッションをトランスサーバーに追加しておくわ。ええ、あなたを信じているわ。